はい、どうも、鳥さんでーす。今日は久しぶりに、あれ、やっちゃおうかな。じゃあ、始めましょう。まあ、どのキャラクターをやるにしても、恒例のやついきますよ。まず必ず、鳥さんから、いろいろな感情であったり、そういったものが出てくる。これはもう、変わりません。ね。さあ、で、今日、やるのは、そうだな、忍者の次期統領目力の人発動しています。バンってね、あれ書くの難しいんだ。さあ、彼をやっていきたいと思います。まあ、これ作品的にはですね、まあ、結構苛烈なと言いますか、過酷なお話であったりするんですけども、伊賀と甲賀とありまして、甲賀側の、忍者の次期統領でございますね。そして、伊賀、甲賀といえば伊賀の次期統領の女の子と、恋人同士でありますね。まあ、そういったところから始まるお話ではあるんですけども、基本的には彼は非常に優しい人でございます。まあね、この時代の忍者でこんなに優しい人がいるのかというね、ところはあるんですけども、このまあ優しいプラス、彼は、甲賀と伊賀がずっと仲良く、お互いの一族が仲良くずっと暮らしていける未来を夢見ていると、まあ、そういった、理想主義者な面も持っている人でございます。まあ、基本的にはすごくその口数も少ないですし、本当にね、てんてんてんとかそういったセリフも多かったんですけど、まあ、そういった中にたまに見せるその度量の大きさといいますか、その男らしさみたいな、その分かりやすい男らしさではなくて、優しいからこそ出る男らしさ、ね、広い前で見せてあげたり、まあ、たまに味方に対してちょっとお調子者とかもいたりしたんで、ちょっとちゃんとしなさいみたいなことを言ったりするようなシーンもあったりしたんですけども、まあ基本的にはこの辺のところであんまり感情をすごく出す人ではなかったので、まあ、この辺でね、最初は進んでいきます。もうすぐ結婚しますみたいなところまで行っていたのが、とある事件をきっかけに甲賀と伊賀が戦わなきゃいけないということになってしまいます。しかも代表で手だれ10人ずつを出し合って、最後に生き残った方がいるチームの勝ちっていうとんでもないことになってしまいます。彼もなかなかね、最初気づかないんですよ。いろんな状況があって、知らないまんま物語が序盤進んでいくんですけど、実際にこういうことが起きているんだって分かった時に、初めてそのヒロイン別れなきゃいけない、たもとを分かつというふうな決断をしなきゃいけない時が出てくるんですね。そのやっぱり味方、甲賀のみんなも大事、もちろんヒロインのことも大事なんですけど、ここはやはりその彼の立場というものがですね、その甲賀、味方を生かすことを選ぶわけですよ。まあ、そういった時に出すのがこの強さ、強さっていうものが初めてに近いぐらいの感じでドンと出てくると。でもそれも分かりやすい強さではなくて、静かなその強さといいますか、そういった形で彼が初めてちょっと見せる怖い部分というんですかね、その、彼もやっぱりそういう忍者であって、その
いざとなったらそういう決断ができる、相手をどうにかしてでもっていう決断をするっていうね、ここで第1弾の、彼の、ものが一回出来上がります。まあそういった中で味方もどんどん減っていって、敵もどんどん減っていって、どんどん過酷な状況になっていくわけですよ。まあ、その中で彼は味方にはその効果が大事でございますと、そういったことはまあ立場上言わなきゃいけないし、本当にもう思ってもいるんでしょうけど、やっぱりどこかで悩んではいるんですね。どう、そのヒロインと味方、自分たちの味方、こういった中でどうしようどうしようどうしようっていうのを見せないながらもずっと悩んでいくと、そういったものがたまーに垣間見える。でもそれもセリフじゃなかったり、絵だけで見せたりだとか、セリフ、台本上にセリフがあっても点点点だけとか、そういったもので表現、まあ絵だけで見せるときは僕は表現してないんですけど、まあそういう、なんだろう、多くを語らないキャラだからこその難しさ、そういう悩んでる部分であったりだとか、強さであったりだとか、そういう男らしさみたいなものを表現するのは非常に苦労したなと、当時若かった鳥さんはですね、なんかやったら出せば出しただだけその自分も満足感がありますし、その伝わってるんじゃないかと、まあもちろん伝えやすくはなるんですけど、まあそういう考え方がまだ多少あったと思って、なんかやりたいんだけどなんかできないっつってすごい悩んでたんですけど、今だったらね、その出さないとか見せないっていうやり方っていうのはいろいろ分かってきてるんでできるんだとは思うんですけど、まだ当時非常に彼が悩みながら物語が進んでいく中で、鳥さんも悩みながら一緒に進んでいったなと思いますね。本当に難しい役だなってのは思ってたんですけど、実際にやってみて、周りの方たち、大御所の大ベテランの方たちとか非常に多い現場だったので、まあ、緊張なんかもしつつ珍しく、でもその中で、まあ、彼がどんどん成長していく中で、自分もちょっとでも成長できたんならいいかななんて、ツークールの作品だったんですけど、まあ、その中で彼と一緒にその成長、多少なりとも成長して駆け抜けていけた作品だったんじゃないかななんて思っています。あんまり構築の話にならないんですけど、なんかそう非常にね、大好きな作品なんですよ。思い入れも強いですし、なんだろうね、すごい難しいなそう、でもそういった中で物語の終盤、本当に最後ですね、まあヒロインと相対すっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこで、まあ、とあることがあって、ずっと何も一人ではできなかったとか、相手に誰かにずっとすがってるとか依存しているとか、そういう、しかもドジっ子であるとか能力も低いみたいなね、そういったヒロインが彼の目の前で、彼に頼りきっていたようなヒロインが彼の目の前で彼もできなかったような重大な決断をします。まあ、それを目の前でその結末、結果を見てしまった彼が、その上で彼も最後の決断をしなければいけないというか、します。それまではやっぱり次期統領、守ってくれる年上の仲間だったり、まあ下の子もいたんですけど、まあ、そういった子たち、人たちに守られていた彼が、初めて、ほぼ初めてだと思うんですけど、僕の解釈としては、自分の決断をする、一つ大人になる、もちろんこれすごい悲しい、すごく悲しい決断なんですけども、これも。でもそこに彼がその最後の駆け抜けた、お話の中で言うと多分何日間とかなんですけども、
その中で彼が成長していく最後の部分がここに集約されているのかななんて思っています。鳥さんも彼と一緒に成長できたのかな。やったことによってすごく自信もついたし、でももっとできたんじゃないかって思ったし、ね、今だったらこうやってもういろんなことをもっとできたのになぁなんて思いながらも、多分彼はのちょっと残っていた青臭さみたいな部分っていうのは、多分当時のまだ若かった、もうちょっと若かった鳥さんだからもしかしたら出たのかもしれない。今ならもっと上手には多分やれるんですけども、あの感じを出すといいますか、そういった部分っていうのはやっぱり今テクニックではできない部分なんじゃないかななんて思っています。若者が頑張って頑張って頑張って背伸びもしながら、進んでいく、でもその根底にはやっぱりその頑張っていく背伸びをしているからこその弱さとか脆さ、ね、こういったものが内包されていたからこそ今じゃなくてあの時だったのかなと。そこはなんか彼と鳥さんとダブっていたのかな、じゃないかななんて思っていますね。今回あんまりキャラ構築みたいな方程式とかみたいにはならなかったんですけど、なんでしょう、ぜひ見てほしい作品です。泣けます。なんかね、もっと本当はいっぱいなんか話したいことあるんですけど、うまくできなくてすいませんでした。でも面白いです。ぜひご覧になってください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。